今回ね、このローンカードのフェイスカードっていうのがあったんですけどもこちらの方を今大会解約しましたということでこれはね法人カードなんで私の持っている株式会社が万が一の時につなぎ資金を借りるそんな時に。 金利は高いんですけどもね例えば1ヶ月だけとか2ヶ月だけとかをこうドーンとね何百万とかって借りて金利を年利15%ぐらいで払うってやつなんですよ。まあ年利15%でもスッとねこのカードでまとまった金額が引き出せますんですごく便利かなと思ったんですよ。それから2、3ヶ月先に入金の予定がある場合もう本当にねブリッジローンって言ってその2、3ヶ月先のローンを組んだり入金を当てにして2、3ヶ月だけの短期間のこうね 氷回り借金ということでございますね。ま田銀次郎じゃないですけどこれがまさに、ご利用は計画的にってやつです。で、幸いね、私使わずに済んだんで、もう全然触らずに済んだんですよ、これ。一応カードは取り出してたんですけども、ずっとね、レターバックに入れたまんま、レターケースに入れたまんま、一回も使うことがなかったんで、まあ、そろそろおさらはしようかなと思って、今、これを解約しました。ということで、ローンカード、フェイスカードね、ありがとうございました。なんか、心の安心はありました。